ノーマン・ガースティンは、アイルランド生まれのイギリスの画家である。19世紀末、イギリスのコーンウォールの漁村、ニューリンに集まった、ニューリン派の画家の一人である。アイルランド、リムリック県のカルコンリッシュに生まれた。父親が自殺し、おばと祖父母に育てられた。ジャージーのビクトリア・カレッジに入学し、しばらくエンジニア、建築家として働いた後、 金やダイヤモンドの採掘で儲けようと南アフリカに渡った。友人にダイヤモンドを掘り当て、後に政治家となるセシル・ローズがいたが、ガースティンは成功せず、南アフリカで新聞、ザ・ケープ・タイムズを創刊した。新聞記者として評価を得たが、経済的には好転しなかったので1877年に地主、画家になるためにアイルランドに戻った。 1880年にベルギーのアントウェルペン王立芸術学院に入学し、シャルル・ベルラに学んだ後、パリの画家、カロリス・デュランの工房で3年間、働いた。その後、南フランス、イタリア、モロッコ、スペインを旅した。1885年にニューリン派の画家と知り合い、1年後にニューリンに住むようになった。1890年に、 隣町のペンザンスに移り、現在、ニューリン派の美術館になっているペンリーハウスに近いウェリントンテラスに長く住んだ。同時代にロンドンで活動したアメリカ出身の画家、ジェームズ・マクニール・ホイッスラーと同じように色調や画面構成などには浮世絵をはじめとする日本美術の影響を受けた作風であるとされる。バルビゾン派の画家や、 印象派のエド・アール・マネやエドガードがの影響も受けているとされる。ありがとうございます。